六甲ケーブル三条駅バス停六甲三条バス。六甲三条バスは、阪神電気鉄道の子会社、六甲山観光が運行している路線バス。1980年6月15日改正までは、阪神電鉄バスが運行していた。2009年9月1日より、六甲ケーブル三条駅からロープウェイ三頂駅までの往復路線として開設。 2021年4月1日現在、六甲ケーブル山上駅記念日大、ミュージアム前引く、鉱山植物園六甲山、スノーパーク、マイナスアスレチックパーク前から、六甲ガーデンテラスマイナスロープウェイ山頂駅を往復している。六甲有馬ロープウェイ表六甲線が運休しているため、このロープウェイと六甲ケーブルとの間の連絡バスにもなっている。 かつては、六甲山上を循環バスと称しており、ロープウェイ山頂駅からカンツリーハウス、六甲ガーデンテラス高山植物園三好、観論前く旧オリエンタルホテル天狗京都、天狗橋西、六甲ケーブル山上駅に戻っており、その名称の通りに循環運行をしていたが、旧六甲オリエンタルホテルを経由する便は2009年9月1日、以降運行されていない。また、 2017年までは六甲山ホテル前も経由していた。運賃は区間制だが整理券方式ではなく申告制となっている。六甲山上バスはもともと阪神電鉄バスと神戸市バスにより運行されていた。神戸市バスは六甲ケーブル山上駅から国楽茶屋間を運行していたが昭和40年代に早々と廃止された。阪神電鉄バスは 六甲ケーブル三条駅からしのげ雲台間を運行していたが、天が崎市内の車庫から車両を改装して運行していたため効率が悪く、昭和50年代初頭に運輸省近畿陸運局に廃止を申し入れた。そこで免許の譲り受けに名乗りを上げたのが阪急バスである。当時、阪急バスは、 阪急六甲駅から六甲山ホテルの送迎バスを運行していたが、これに六甲山上の住民を有料で乗せていたことが発覚し、正式に路線免許を申請しようとしていたところだった。しかし、阪急バスが阪急六甲駅からしのげうんだいまで直通バスを運行すると、阪神電鉄徹市会社の六甲ケーブルの客を奪うことになり、六甲ケーブルの死活問題となるため、 運輸省近畿陸運局は阪急バスに対し阪神電鉄と直接話し合うように指導した。結局、六甲ケーブルが自前で阪神電鉄バスの路線を引き受けてバスを運行することになった。当初は阪神電鉄から中古のバスと OB 運転手を譲り受け、企業防衛のための赤字覚悟のスタートだった。なお、神戸市バスは戦術の路線のほか 六甲ケーブル三条駅と阪急六甲駅を結ぶ路線、マヤロープウェイ、マヤ三条駅と阪急六甲駅を結ぶ路線、六甲ケーブル三条駅とマヤロープウェイ、マヤ三条駅を結ぶ路線の三路線を有していたが、2004年4月にすべて阪急バスに事業を譲渡している。ありがとうございます。